こんにちは、せっかくこんないいマンドリンを、もらったので、マンドリンの練習も始めました。といっても、三線と同じようなチューナーがありますので、初めての私でもすぐチューニングができて、三線の沖縄民謡が、弾けるようになるはずです。今練習してますけれども、では、マンドリンにチャレンジしてみます。お聴きください。